挨拶の大半を手話のみで行いました加古様高校生の手話によるスピーチコンテストが開催され皆様にお会いできましたことを大変嬉しく思います加古様が声を出したのは冒頭部分だけでその後はおよそ5分間手話のみで挨拶を行いましたまた着席した後は隣り合った人たちと手話で交流し笑顔を見せる場面もありましたぶっと モーニング2024年8月19日放送分より。